エヴァの一問一答。今回は地理の記述問題の一問一答です。4冊の問題集から記述問題を集め、よく出てきた問題に重要マークをつけています。今回は世界編の53問です。まずは世界の姿です。緯線と経線が直角に交わった世界地図は、実際の国の大きさと異なっている。どのように異なっているか、面積の極を使って書きなさい。高緯度になるほど実際より面積が大きく示される。いろいろな世界地図があるが、地球儀と比べると不便な点を書きなさい。距離や面積、方位などを一度に正しく表すことができない。日本の位置を最も距離が近い大陸とそこからの方位に触れて簡単に説明しなさい。日本はユーラシア大陸の東にある。領海の外側で海岸線から200海里までの排他的経済水域はどのような海域か、沿岸国の極を使って書きなさい。沿岸国が水産資源や海底の鉱産資源を利用する権利を持つ海域。他の国の排他的経済水域と比べて、日本の排他的経済水域の面積の特色を書きなさい。国土面積の割に排他的経済水域の面積が広い。日本の沖ノ鳥島が護岸工事をされている理由を書きなさい。日本の排他的経済水域を失わないようにするため。ロシアやアメリカ合衆国のような国は、国内にいくつもの標準時を設けている。その理由でもある、これらの国の特徴を簡単に書きなさい。東西に長い国である。次は世界各地の人々の生活と環境です。世界には土の家、石の家、木の家の分布がある。地域の伝統的な住居に使われる材料が異なっている理由を簡単に書きなさい。それぞれの地域で手に入りやすい材料が異なるため、亜寒帯気候にあたるシベリアの住居が高床になっている理由を書きなさい。建物から出る熱で永久凍土が溶けて建物が傾くのを防ぐため、熱帯雨林気候のインドネシアやマレーシアで見られる特徴的な住居は、このように高床にして風通しを良くしている。その理由として、熱帯雨林気候にどのような特徴があるからか書きなさい。雨が多く、一年を通して気温が高いから、
温帯の中でも地中海性気候の特徴を雨温図を見て簡単に書きなさい。夏は乾燥し、冬に雨が多い。南アメリカ大陸のアンデス山脈にある地域、クスコは、赤道近くだが、高地で標高が高いため、高山気候である。クスコの雨温図を見て、気温と降水量の特徴を書きなさい。年間の気温の変化が少なく、5月から9月にかけて降水量が少ない。これは乾燥帯の砂漠気候に属するエジプトの都市カイロの気温と降水量を示したグラフと砂漠気候の景観を示した資料です。砂漠気候の特色を降水量に着目し、景観から読み取れる植物の生育に触れて書きなさい。降水量が少なく、植物がほとんど育たない気候である。アラビア半島でこのような衣服が着られてきた理由を、この地域の気候に着目して簡単に説明しなさい。日中の強い日差しや砂ぼこりから身を守るため、イスラム教徒の女性が着る衣服にはどのような決まりがあるか。髪や肌を衣服で覆って見せないようにする。ケニアのナイロビはスリランカのコロンボより赤道に近いのに、コロンボより年平均気温が低いのはなぜだと考えられるか、簡単に書きなさい。ナイロビはコロンボより標高が高いため、南半球の国々は夏にクリスマスを迎える。その理由を説明しなさい。地軸の傾きの違いから、南半球は北半球と季節が逆になるから、インドでは牛が街を歩いているのを見かけることがある。その理由を書きなさい。ヒンドゥー教で牛は神様の乗り物とされ、大切にされているから。次はアジア州です。中国で長年行われていた一人っ子政策が、見直された理由を簡単に書きなさい。人口の高齢化が進んだため、中国が沿海部に設けた経済特区とはどのような地域か、外国企業、税金の国を使って書きなさい。外国企業を招くため、税金など特別な制度を設けた地域。中国が経済特区を設けた理由を書きなさい。外国企業を受け入れて、資本や技術を導入するため。中国が抱えている問題を、沿海部、内陸部の語句を使って簡単に書きなさい。沿海部と内陸部の経済格差が拡大している。資料は中国から日本への
輸出額上位3品目とその割合の推移を表している。以前と比べ、近年の輸出品はどのように変化してきたか、軽工業、重工業という語句を使って書きなさい。日本への輸出品目の中心が軽工業製品から重工業製品へと変化している。インドで情報技術関連産業が成長した理由として、英語を話せる技術者が多いこと以外の理由を書きなさい。数学の教育水準が高いため、写真のタグにも見られるように、日本企業が日本向け製品を ASEAN 諸国の工場で製造する理由を資料1から読み取れることをもとに、 ASEAN 諸国はという書き出しに続けて書きなさい。ASEAN 諸国は日本に比べて賃金が安いため、製品を安く製造することができるから。石油をもとに発展してきたアラブ首長国連邦のドバイが、石油に頼らない経済を目指して商業や観光に力を入れている理由を、資料 1-2 の世界の石油資源の状況や石油価格の変動から読み取って書きなさい。石油は埋蔵量に限りがあり、価格の変動が大きく、安定した収入を継続して得られないから。次はヨーロッパ州です。ヨーロッパ州の国々が EU を結成した目的を、このグラフから読み取り書きなさい。協力して大国に対抗するため、EU 加盟国の中でも、一人当たりの GDP は各国で違う。EU の抱える問題を、経済という語句を使って簡単に書きなさい。EU 加盟国間で経済格差が大きい。EU 内でも西ヨーロッパ諸国と東ヨーロッパ諸国との間の経済格差が大きい。イギリスが EU を離脱した理由を、補助金、移民という語句を使って簡単に書きなさい。EU 加盟国間での補助金の負担や、移民の流入などの問題に不満を抱いたから。資料はフランスにある航空機メーカーの航空機生産の仕組みを示したものである。航空機の生産の特徴を書きなさい。各国の企業が分担して製造した部品を集めて組み立てる。資料の青色で示された国は、2020年における EU 加盟国の中で共通通貨ユーロを用いている国である。共通通貨の導入が人々の移動にどのような影響を与えたか書きなさい。両替が不要になり、国境を越えた人々の移動が活発になった。ロシアとフランスの発電量の内訳とエネルギー自給率を比較した資料である。ロシアの発電とエネルギー自給率の特徴を書きなさい。
ロシアは火力発電の割合が高く、エネルギー自給率が高い。イギリスは高緯度に位置している割に気温が温暖である。その理由を海流と風の名称を使って書きなさい。暖流の北大西洋海流と偏西風の影響を受けているから。ノルウェーの沿岸部ではフィヨルドと呼ばれる奥行きがある湾が見られる。この湾はどのようにして作られたか簡単に書きなさい。大地が氷河によって削られて作られた。アルプス山脈より北側で盛んな混合農業の内容を書きなさい。作物の栽培と家畜の飼育を組み合わせた農業。イギリスを構成している4つの地域があり、それぞれの旗を見て、イギリスの国旗はどのような成り立ちでできたか簡単に書きなさい。3つの地域の旗を組み合わせてできた。オランダが二酸化炭素などの温室効果ガス削減に努力している理由を地球温暖化の語句を使って書きなさい。オランダは低地が多く、地球温暖化による海面上昇の影響が大きいから。次はアフリカ州です。サハラ砂漠より南の地域の多くでは、独自の言語を持ちながら、ポルトガル語、英語、フランス語などが公用語として使われている理由を書きなさい。かつてアフリカ州を植民地にしていたヨーロッパ諸国の言語を使っているから。言語以外にアフリカの大部分が植民地であった名残として考えられることを地図を見て簡単に書きなさい。国境線が直線になっている。直線の国境線は何を利用して引かれたか簡単に書きなさい。緯線や経線を利用して引かれた。アフリカ州は鉱産資源が豊富な地域だが、その開発を外国企業に頼っていたことで、アフリカにどのようなことが起きたか書きなさい。得られた利益の多くが海外に流出した。アフリカの国々に多いモノカルチャー経済とはどのような経済か、この資料を参考にして書きなさい。特定の農産物や鉱産資源の輸出に頼る経済。モノカルチャー経済によって生じるその国の国家財政における問題点を資料から読み取り書きなさい。特
定の産物の価格変動で国の収入が不安定になりやすい。次は北アメリカ州です。アメリカ合衆国の農業は適地適作で行われている。適地適作とはどのような農業か書きなさい。気候や土壌など地域の自然環境に合わせて行う農業。アメリカ合衆国と中国の農業の特徴を比較すると、アメリカの農業従事者1人当たりの農地面積が中国より大幅に多いことがわかる。アメリカ合衆国が大規模な農業を可能にした理由を書きなさい。アメリカ合衆国は大型機械を導入して、企業的な経営を行っているから。この表は2013年のアメリカ合衆国と中国の小麦、米、トウモロコシの生産量と輸出量を示したものである。中国と比較してアメリカ合衆国の農産物の生産量と輸出量の関係を表から読み取って書きなさい。アメリカ合衆国は農産物の生産量に占める輸出量の割合が大きい。次は南アメリカ州です。アマゾン川流域で生じている環境問題について、熱帯林、開発という語句を使って簡単に書きなさい。開発に伴う伐採により熱帯林が減少している。写真に関する農産物がブラジルでどのように利用されているか書きなさい。サトウキビからバイオ燃料が作られ、自動車の燃料に利用されている。ブラジルの先住民が行った焼き畑農業は、木を切り倒して燃やし、作物を栽培する農業である。では、木を燃やすのは何のためか、理由を書きなさい。焼いてできた灰を肥料として活用するため。最後はオセアニア州です。資料を見て、オーストラリアの貿易相手国が以前に比べどう変化したか、アジア州の国を使って簡単に書きなさい。以前に比べアジア州の割合が大きくなっている。オーストラリアは現在中国が最大の貿易相手国だが、以前はイギリスとの貿易額が多かった。その理由を簡単に書きなさい。オーストラリアはかつてイギリスの植民地だったから。オーストラリアは以前、白豪主義という政策をとっていたが、近年は距離が近いことからアジア州との関係が深まっている。以前行っていた白豪主義という政策の内容を簡単に書きなさい。ヨーロッパ以外の移民を制限する政策。
資料1は、オーストラリアから日本への輸出品の内訳を示し、資料2は、オーストラリアの日本からの輸入品の内訳を示している。この内容から読み取れる、オーストラリアの貿易の特徴を、鉱産資源、工業製品の語句を使って簡単に書きなさい。主に鉱産資源を輸出し、工業製品を輸入している。お疲れ様でした。今回は中学社会、地理の記述問題、世界編の一問一答でした。今回4冊の地理問題集から記述問題を集め、よく出てきた問題に重要マークをつけています。このチャンネルではあらゆる情報をシンプルに楽しく学べるように一問一答形式で作っています。動画が勉強になったと思われた方は高評価、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。今回もご視聴ありがとうございました。エヴァの一問一答でした。